定刻になりましたので、ただいまより予算決算特別委員会を開会いたします。皆さん、おはようございます。本日から3日間にわたり令和3年度決算審議が始まります。町民の税負担を財源にして住民の福祉の向上にどれだけの行政効果、経済効果があったのかを審議することになります。その成果を生かして次年度以降の予算に反映することができる重要なものです。特別委員会の運営方針に基づき、円滑な委員会進行に努めていきたいと思いますので、皆様ご協力をよろしくお願いをいたします。ここで議長が出席されておりますので、ご挨拶をお願いいたします。それではおはようございます。おはようございます。皆さん、いつも言うように体に留意してですね、この気温のアップダウンがちょっと ひどいもんですから、くれぐれも気をつけて頑張ってください。以上です。ありがとうございました。続きまして、執行部を代表しまして町長からご挨拶をいただきたいと思います。千葉町長、ご挨拶をお願いいたします。はい、皆さん、ありがとうございました。おはようございます。本日は定例会7日目ということで、大変お忙しい中お集まりをいただきまして誠にありがとうございます。さて、今日は朝から大変良いニュースが新聞で報道されました。昨日、茨城県のアマチュアダブルスのゴルフにおきまして、阿見町の在住の平岡さん、篠内さんペアが初優勝したということで、ペアを組んで7年目と、これまでもいろんな大会で上位に進出をしていましたので、いつかやってくれるかなというふうに思っておりましたけれども、茨城県のチャンピオンでありますから、これは大変素晴らしいなというふうに思います。皆さんもご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、お会いした時にはお祝いを述べていただければありがたいなというふうに思っています。また今第7次総合計画ということで、審議会が7月の11日に第1回始まりまして、この中で、委員長には審議会会長ですね、会長には県立医療大学の岩井教授、そして副会長には区長会の山口会長というようなことでお願いをしました。阿見町のこれから令和6年度からの10年間の指針となるものでありますので、しっかりと議論していただきたいなというふうに思います。またその中で女性を何としても登用多くしたいということで頑張ってきましたけれども、57%、 6割近い審議員が女性になったということで、本当に女性ならではのご意見も聞かせていただけるのではないかというふうに期待をしております。議会からは正副議長が参加をしていただいておりますので、どうか議員の皆様にもお二人に、ご意見を託していただけたらというふうに思います。今日はですね、決算特別委員会ということであります。またそれも総務所管ということでありますので、慎重審議の上、認定いただきますようにお願いを申し上げて、ご挨拶に返させていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは本日の会議を開きます。ただいまの出席議員は17名で、定数に達しておりますので、会議は成立しました。本日の議事についてはお手元に配布しました委員会次第の日程によって進めたいと思いますので、ご了承願います。委員並びに執行部閣議に申し上げます。今予算決算特別委員会は、事前に説明をした通り、令和4年度第3回定例会予算決算特別委員会の運営に基づいて行いたいと思います。またインターネット配信をしておりますので、ご承知おき願います。今回は新型コロナウイルス感染症防止対策と、短時間での能率的な運営を目的として、すべての
質疑を事前通告制といたしました。事前通告のない質疑はできませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。審査の方法は、事前通告があった質疑を決算書掲載順に委員長から指名しますので、指名された委員は通告の通り一問ずつ質疑をお願いいたします。その際、委員長から決算書のページ数、事業コード、事業名を申し上げて指名しますので、指名された委員は決算書のページ数、事業コード、事業名は復唱せず質疑に入ってください。発言の際は簡単明瞭かつ要領よくなされるようお願いいたします。なお、議会基本条例第5条第1項第3号の規定により、執行機関には反問権を付与しておりますので、議員の質問等に対し反問する場合には、挙手の上反問したい旨を述べた後、委員長の許可を得てから反問してください。これより議事に入ります。定例会において当委員会に付託されました議案の審査を行います。本日は総務所管分の一般会計決算の質疑を行います。当委員会に付託されました議案はお手元に配布しました委員会次第に記載した通りであります。まずはじめに、議案第71号令和3年度阿見町一般会計歳入歳出決算認定うち、総務所管事項のうち町長公室総務部所管分を議題といたします。はじめに、歳入8ページ19ページから68ページについて委員各位の質疑を許します。8ページ歳入歳出差額残高残額について高野委員、よろしくお願いします。はい、それではよろしくお願いします。歳入と歳出で、差し引き、16億残っております。で、この16億を残したこの繰り越した理由というのをお伺いしたいと思います。はい、財政課長坂入則明君。はい、それではですね、まずですね、主要施策の成果および、予算執行実績報告書の、4ページをご覧ください。こちらのですね、上の表にですね、歳入決算、歳出決算、その下に歳入歳出差引額とございます。こちらが、今言われた16億1648万8000円となりまして、これが、財政的には形式収支と呼ばれるものになります。その下のですね、翌年度へ繰り越すべき財源、こちらが繰り越した事業に対する措置する財源として、措置が決まっているもので、今回は1億6072万3000円ございます。こちらを先ほどの形式収支から差し引いたものが、その下の実質収支と言われるもので、14億5576万5000円になります。こちらが一般的に余剰金と呼ばれるものとなります。それではこの余剰金の理由でありますが、ここからはですね、申し訳ありませんが細かい数字ではなく概数で説明をさせていただきます。まずですね、歳入の面でですね、最終の予算額に比べまして、繰り越し事業に対するこれから措置される財源も含めてですが、5億円増収となっております。こちらについては徴税や地方消費税交付金、これらの景気によって左右されるものについて大幅に増収になったということが理由となっております。それから歳出の面ではですね、
多額に例年に比べて多くの扶養額が出ております。こちらが扶養額が9億5000万円の扶養額が出ております。こちらの例年より多かった理由としまして、新型コロナウイルス、ワクチン接種事業、それとですね、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の充当の事業等でですね、多くの扶養額が出ておりまして、例年よりも多くの扶養額が出たというような形になっております。その歳入の増収分5億円、歳出の扶養額9億5000万、こちらを足すと14億5000万と実質収支になるわけですが、ただですね、この中にですね、今年度については新型コロナウイルスワクチン接種事業等でですね、コロナ関連の補助金で2億円ほど令和3年度もらいすぎになっている部分がございます。その分を実質的には差し引きまして12億5000万円、こちらが実質的な余剰金という形になるかと思います。以上です。高野委員。はい、はい、実質的には12億ということで、12億、まあ16億ではないにしてもですね、これ3月31日まで各課のですね、その扶養額っていうのをですね、待つ必要があったのでしょうか。これ事業ができないとかですね、やらないと分かった時点で31日まで、待たないでですね、マイナス補正とかをかけていけばですね、他の事業、例えば次年度の、事業を前倒しするとかですね、そういったことはできなかったんでしょうか。財政課長、坂入則明君。はい、お答えいたします。そういうものもですね、中身によってはあろうかとは思いますが、昨年度はですね、新型コロナウイルス関係でですね、急遽積算して、補正で始めたという事業が多くありました。その関係で最終的には多く余ってしまったのかなと思っております。以上です。高野委員。はい、これ31日まで、待って、余ったら繰り越すっていうやり方、私ちょっと古いやり方なのかなって思うんです。で、この、まあ、やっぱり財政が豊かであればそれもよろしいかとは思うんですが、今後ですね、各課と協議してそういったやり方も少し見直していくっていう、そういう考えっていうのはございますでしょうか。財政課長、坂入則明君。はい、お答えします。ですね、財源に余裕がないときはですね、早めに歳出を落としていただかないと、補正の財源が出てきません。ですので、そういう作業は行うようにはなりますが、比較的財源に、各年度ですけれども財源に余裕があるときは補正で計上が上がってきてもその財源を措置することができますので、その段階ではそこまではやってなかったという現状であります。以上です。よろしいですか。はい、次に19ページ固定資産税、川端委員よろしくお願いします。はい、おはようございます。それでは質問させていただきます。実績報告書の17ページでちょっと質問したいと思います。ここに歳入の徴税が出ております。で、町民税で、その下に固定資産税がありますが、で、その中 の、 家屋に関して16億7187万5000円が決算額になっております。で、前年比はマイナスの8289万5000円マイナスの 4.7%、都市計画税も若干マイナスにはなってますが、この減額になったこの理由をちょっと聞かせいただきたい。税務課長、安室浩一君。はい、お答えさせていただきます。固定資産税、土地家屋の価格につきましては、3年に一度評価を見直しております。固定資産税の評価は総務大臣が定めた固定資産の評価基準に基づいて算定されますが、令和3年度が評価の見直し、評価外の年になっております。
議員ご指摘の家屋の金額の減の主な理由についてですが、こちらは家屋の評価につきましては、評価外ごとにですね、家屋の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価率などを乗じて算出されます。そのため新築や増築家屋が大きく伸びない限りはですね、評価外ごとにここの家屋の税額は据え置きまたは減額となります。また令和3年度のみですが、新型コロナウイルス感染症の影響で一定の事業収入が減少した中小事業者について軽減措置が取られました。その結果評価外の年である令和3年度は前年度の令和2年度と比べまして8289万5000円ほど減少した金額での計上となっております。以上です。川田委員。はい、そうしますと、新型コロナの影響もあったという認識の中で、これから令和4年令和5年と進んでいく中で、人口が増えて、開発しているところも増えて、これから家もまた建っていくかと思いますが、この固定資産税の見込みというのはどのように令和4年5年見てますか。税務課長安室浩一君。はい、お答えいたします。基本的に令和3年度に評価が行った後につきまして、令和4年令和5年は既存の住宅につきましては据え置きの金額となっております。ただ、令和4年令和5年度に新築があったものまたは増改築があったものにつきましては増税となりますので、その分増える見込みと考えております。以上です。よろしいでしょうか。はい、次に26ページゴルフ場利用税交付金について石引委員お願いいたします。よろしくお願いいたします。ゴルフ場利用税ですね、R2 年度4179万7979円に対して、R3 年度約500万円近く増収となっています。こちらの背景というか要因の方ご説明をお願いいたします。財政課長坂入則明君。はい、ですね、ゴルフ場利用税交付金、こちらはですね、県税でありますゴルフ場利用税、こちらの、網町にあるゴルフ場の、ゴルフ場利用税分の10分の7が、網町に、交付されるという、ルールになっております。それでですね、網町のゴルフ場2つあるんですけども、その2つの合計でですね、1日あたりの利用者数、こちらが令和2年度は180名、令和3年度は198名ということで、1日あたりで18名増えております。これが増収の理由となります。ゴルフ場利用税交付金についてはですね、新型コロナウイルス感染症の影響でですね、令和元年度、令和2年度とちょっと減収になっていたんですけども、ほぼコロナ前の状況に戻ったという形になろうかと思います。以上です。はい、石引委員。分かりました。そうすると、コロナが出てしまったことによって、少し減ったけれども、今やや回復こうしてきてるよっていうような状況だと思うんですね。で、これから圏央道の4車線化とか進めば、その都内からとかアクセスがかなり向上すれば、さらにそのゴルフをされる方たちが増えて、増収にもしかしたらつながるかもしれないっていうような考えとかもできるんですかね。財政課長坂入則明君。はい、そうですね、利便性が上がれば、利用者が増えるという可能性はありますが、コロナ以前もですね、徐々に利用者が減っていたという状況もありますので、実態は実際にゴルフをやる人がどの程度いるかということに左右されるかとは思います。以上です。はい、以上で歳入の質疑を終結いたします。次に歳出の議会費については質疑がございません。続きまして、総務費の総務管理費71ページから91ページについて96ページについて委員閣議の質疑を許します。
74ページ、一般管理費事業コード1112、文書管理法制事務費について、海野委員、お願いいたします。細かい話で申し訳ないんですけれども、いただいたね、実績報告書を見させていただいておりますけれども、委託料の中でね、顧問弁護士への法律相談ということで、違ったかな、これ、2年度と比べるとね、4件、10件から14件になった、そんなに多くはないんだけれども、この弁護士相談が増えてきたっていうことで、内容についてちょっと教えてください。総務課長、石田英二君。はい、お答えいたします。町顧問弁護士への相談件数でございますが、その年度によりまして相談件数のばらつきがあることから、一概に増えているということの認識はございません。先ほど委員がおっしゃられた通り、令和2年度10件、令和3年度が14件でありましたが、過去10年間での年平均相談件数は 12.5 件ほどとなってございます。で、相談内容につきましてですが、こちらは町の業務遂行上の法律的な問題について助言を求めるもので、中には法的な争いになるものや個人が特定される可能性もございますので、この場での具体的な事案内容の言及は恐れ入りますが差し控えさせていただきます。ただその内容ですけれども、概要としましては、財産に関わる権利関係のものですね、であったり、事務事業に関わる、遂行に関わる問題、損害賠償や人事等多岐にわたっております。また近年の傾向としましては、町民からの苦情や要望に対する相談が増えているようなことがございます。以上です。海野委員。委員長じゃない、委員長か。私はね、すいませんね、2年度で増えているなという形で、ひょっとしてその町役場組織としてね、その法律的な面でその判断を要することについては、積極的にその顧問弁護士に相談をしてですね、行くと、こういう方向づけがあったというふうにはちょっと推察したんだけれども、そういうことではなくて、一貫してそういうそのことはあって、たまたま3年度が多かったと、こういう理解でいいですか。総務課長、石田英二君。はい、ただいま海野委員がおっしゃられた通りでございます。以上です。よろしいですか。次に76ページ、秘書費事業コード1111、秘書事務費について海野委員、お願いいたします。秘書事務費ですね、その中でね、そのアイジャンプ、アイジャンプというその自治通社が配信しているその行政関連のニュースと、これをね、契約をして、それで行政として政策の立案や職員の政策形成能力の向上、迅速な行政サービスの提供につながるものということで利用をされているようですけれども、これはごめんなさい、提供された事業っていうのは、そのどういうふうに実際にね、その利活用しているかっていうことをちょっと教えてください。秘書広報課長、小倉。秘書広聴課長、小倉喜一君。はい、はい、お答えいたします。実際の活用法につきましては、1日3回ですね、朝昼夕とメールがこう届くようになってございます。で、そうすることでこちらからこう関係情報を調べに行かなくとも、必要な情報が届くようになっているということで、さらに必要なものはそこから記事を見て、調査をしていくというようなことで、活用しておりますけれども、現在はライセンスが8 ID ですね、8人分
の ID で契約しておりまして、利用者としましては副町長、部長が6名、それから秘書郷長課長、私ですけれども、まあ、8人に ID がこう付けられていますので、各部長の方がその必要な関係、情報を関係課の方にですね、提供するような形で、部下横断的に活用しております。以上です。はい、海野委員。はい、ありがとうございました。利活用していると、いや情報をその、受信するのは8名と、でそこから各職員とか、ね、に出ているんだということなんですけども、私もね一般質問なんかをですねこういろいろ聞いてみるとですね、各議員がその全国の、ね、自治体の先進事例を紹介しながらですね執行部の皆さんにですね紹介しているという事例をよく見るんですよね。こんなことぐらい知らないのかと思うことがあって、で、そうするとね、それ以前ももちろん全国の、ね、先進事例は各担当課の職員、それから部長以上の、ね、幹部職員も情報を収集していたと思いますが、令和3年度で具体的にこれはちょっと使えるなとか、これはぜひ、ね、調査してほしいななどといった具体的な事例というものがあったかどうか、ありましたかそれをお聞きしたいと思います。秘書校長課長小倉喜一君。はい、お答えいたします。すみません、ですね、県内の自治体でもいろんな情報が出ておりますので、例えばふるさと納税でですね、つくばみらい市でふるさと納税で、一人親に対する支援、そういうもので使われていたりですとか、それから、コロナ対策の具体的な事例ですとか、高齢者対策、そういったものをですかね、県内の事例などが配信されておりましたので、そういったものについては具体的にそれぞれの市町村に問い合わせをしたりということで活用しております。以上です。はい、海野委員。議員もね情報収集しなくちゃいけないので、ネット探したりとかですね、新聞なんかを切り抜きしたりして、項目ごとに分けたりとか、これは一般質問してみようかとかっていうのがあってですね、ぜひね、そういったものをですねフルに利活用してですね、幹部職員から各担当課の方にもです、職員の方にもですね指示したりとかですね、調査をするようにより以上に進めていただきたいと思います。この問題についてはこれで終わります。はい、次にページ78ページ、秘書費事業コード1112、校長事業について海野委員、お願いいたします。校長事業ですけれども、とにかく住民の声を聞くということは非常に行政のみならずね、民主にとって非常に重要なことだと思います。直接住民の声を聞いていくというのは非常に重要なことだと思いますけれども、いただいた資料、事前にですねいただいた資料があるんですけども、コロナの影響でですね、この対面のですね、特にその行政区、町長と語る会かな、これについては、コロナの影響で非常に壊滅的な打撃を受けてしまったわけですよね。でいただいた資料によるとね、その年度計で、コロナが始まる前と始まってからだっていうと本当に10分の1ぐらいに減っちゃったと。で例えばそのコロナの影響を受けなかったね、平成30年度なんかではですね、相当回数もやってるし、参加人数もですね280名もいたと。ところがその対象になっているこの令和3年度のね状況では1段しかできなかったと。で22名しか
対応できなかったということは教えていただいたんですけども、これ校長事業ね、とりあえずねこのコロナの禍の中でも校長事業がしっかりとその機能するようなことで考えてはいなかったんですか。秘書広報課長小倉喜一君。はい、お答えいたします。校長活動ということでは町づくり提案箱などもございますので、そちらから提案などもいただいておりますし、あらゆる機会を通じて町長直接町民の方からお話を伺っておりますので、そういった面では町民と語る会については開催が昨年度については1回にとどまったということもございますけれども、いろんな場面で校長の活動はしているということでございます。で、町長と語る会につきましては、その昨年はその国県の行動制限というようなこともございましたので、なかなかその、住民町民の方はもうなかなか開催は難しいというようなこともありました。そういった中でご提案のあるそのオンライン会議のようなことについても、今後の感染拡大ということを考えれば検討していく必要もあるのかなとは思いますけれども、やはり行政区の場合ですと公会堂とかですと、やはり Wi-Fi の環境ですとか、そういった設備の関係などもありますので、なかなか難しいかなというふうには思っております。ただ今年度はすでに4回開催しておりますし、この秋ですね、それから以降ですね、開催を予定しているところもありますので、感染対策を十分にしながら、会の方を開催していきたいというふうに考えております。以上です。はい、海野委員。事情は分かりました。で、コロナの、状況が回復していけば当然回復していくだろうなというふうに思いますが、そのつまりコロナの状況がまた第7波とか、今7波かな、8波9波来るかもしれないと。でそうすると、言ってみると、そのこういった対面式のその行政区ごとに対面式でやる町長と語る会ではなくてですね、同じように町長と語る会なんだけれども、オンラインで、ウェブで、開催できるような、そういう方式もね、その令和3年度でね、こういう状況で中でね、ちょっとねこう工夫するというかな、考えてもよかったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、今後の話になって予算では申し訳ないんですけども、決算の審査で今後の話は申し訳ないんですけども、そういうことを考えなかったですか。海野委員に申し上げます。簡単明瞭かつ要領よく質疑をお願いいたします。はい、それでは秘書広報校長課長小倉喜一君。これまではそういったことをはちょっと検討してなかったんですけれども、必要なことだというふうには認識しておりますので、検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。はい、次に78ページ、職員管理費事業コード1111、職員構成費について海野委員お願いいたします。委員長に申し上げますけれども、非常に、ね、簡潔に、ね、効率的にやってますので、どこが簡潔で効率良くなかったか教えてください。前置きが前 の, 議事録を見てもね、前回見ても前置きがちょっと長くて、最後の質問が短いんで、最後 の, 質問の部分を、に特化していただいて、質問することによって、特に海野議員、今回ね、質問回数が多いんで、ぜひそういうことを心がけていただいて、今後の質疑をお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ちょっと委員長の今の発言には納得はできませんが、時間の無駄なので、次に進みたいと思います。で、職員ね、ごめんなさい。これですね。で令和3年、これ一般質問でもありましたが、令和3年度中にですね、その給食中、正職員と、
会計年度任用職員合わせると、まあ、600人ぐらい、600を超えるようなあの人数がですねいると思うんですけれども、その中でね、まあ、給食の定員も教えてほしいんだけれども、給食している職員っていうのはどのぐらいいるのか、そしてその、まあ、どんな原因で休んでいるのかということについて教えてください。人事課長黒岩隆君。はい、お答えをいたします。まず給食なんですけども、この心の病などでですね、休職するような場合には、まず療養休暇というのが90日取れます。でその90日をですね超えてきますと、この分限の休職というようなことになりますので、そういった療養休暇がもう90日過ぎてしまったような方が休職になっていくと、まあ、そういうようなことでございます。で質問にございましたですね、令和3年度中に、心の不調によりまして、療養休暇等を取得した職員でございますけれども、14名でございます。それから傷病内容といたしましては、抑うつ状態、それから適応障害、それと自律神経失調症などがございまして、主な原因といたしましては人間関係、それから家庭環境、職務内容、それから持病に伴うものなどがございまして、複合的に起きる場合もございます。そういったことでございます。以上です。はい、海野議員。まあ、令和3年度ではね、休職というふうに至った職員は14名ということで、まあ、当然90日の療養休暇を取っている人はもっともっとたくさん、もっともっとなのかもっとなのかわからないけども、いらっしゃるのではないかと思いますけれども、で家庭の問題であるとか、心の病とか、いろんなその状況が考えられるにしてもですね、やっぱりせっかくね公務員になってですね、やっぱり仕事をしっかりしてもらうというのが自分にとって、自分というかその職員にとってもいいし、組織にとってもいいということを考えると、この療養休暇も含めた職員や休職中の職員の、ね、支援体制というものをしっかりやるということは私は必要だと思うんだけれども、この令和3年度中にはどんなその支援、例年同じような支援だと思うんだけれども、どんな支援をされてですね、それでその、復帰というか復帰に至るような状況が生まれたのかということについてお伺いしたいと思います。人事課長黒岩隆君。はい、お答えいたします。役場のですね、休職中の職員の支援につきましては、所属のですね管理職が不定期ではございますけれども、職員とですね連絡を取ったり、それから診断書を持参した時点でですね面談などを行うなど、職員のですね状況把握に努めているところでございます。それからですね、また本人の病状を確認しながらですね、しっかりとですね休養を取ることを進めておりまして、本人の状態を確認しながら復帰に向けたヒアリングと行う等のですね手助けをしているということでございます。でその結果ですね、復帰に向けて本人の希望によりますが、例えばお試し出勤などを実施いたしまして、その復帰をですねサポートする、あるいはですね業務分担や業務量を見直すなどの支援をしているというような状況でございます。以上でございます。海野委員。今おっしゃられた対策を取りながらですね、職場復帰に向けて頑張ってるというか努力されているということなんですけども、この14名というのは多分正職員だけだと思いますよね。でその300数十名の職員がいて、私は根本的にはねちょっとね職員数が足らないんじゃないかと思ってる部分があるんですね。でやっぱりもちろん仕事をしているってのは同じだけれども、正職員と会計年度入職員っていうのはそれぞれね役割任務分担が違うわけ でその役場のもともとの定数は400何名だったかな、忘れちゃったけれども100名ぐらい少ないわけですよね。でこれをその職員管理でぐっと減らしてきたと、しかしその仕事の内容はどんどん増えていると、そういう中で会計年入職がどんどん増えると、そういう中でねなかなか現場の職員も
仕事を回すのにというかな、もちろん頑張ってねやっちゃってる人もいるんだけども辛い人もいるので、その辺のところも含めてね、まあ、根本的な原因というかな、家庭に根本的な原因がある場合またちょっと違うんだけどもね、根本的な原因についてもですねよく究明してですねやっていきたいと思います。これ答弁いりません。以上です。はい、次に80ページ文書広報費事業コード1111広報活動費について海野委員お願いいたします。これはこっちか。まずね、これ行政区のことはいいのかな、やって。次やっていい？はい、どうぞ。ちょっと海の委員ちょっとお待ちください、はい、すいません、答弁の方で入れ替えをしてからこのことについては答弁をするということになっているんで違った質問をこのこと以外の質問について、ね、お願いいたします。海野委員続いて質問してください。ちょっと混乱させて誠に申し訳なかったんですけども、はい、本来はねその行政区の加入率がどの程度かということを聞いてからね質問しようと思ったんだけども、大体ねそのこれまで聞いて一般質問とかいろんな話で聞いているところによるとですね、令和3年度では分かりませんよ、大体世帯数で約 70% ぐらいのその行政区の加入があるということのようです。あとこれは後でまた答弁いただきたいんですけども、で阿見町の世帯はね大体約2万世帯なんですよね。それでその30% 未加入っていうと、3人が6000世帯、6000世帯には少なくともその配布はねされていないと、配布はされていないと。しかしその配布はされていないけれども、もちろん役場にも置いてあるし、各郵便局であるとかね、出先機関だとか銀行にも置いてあるかな、でそういうところに置いてあるので、必要だと思う人はねそれを取っていくのだろうと思われますけれども、つまり、届かないよりは届いた方がいいわけですよね。で、そうするとこの配布方法、行政区を通じた配布方法っていうものはつまり 70% しか届かない、もうそもそも 70% しか届かないので、もうちょっとその別な配布方法を工夫してもいいのではないかというふうに思われるのですが、そういうその工夫について考えたことはなかったですか。秘書課長、秘書校長課長小倉喜一君。はい、お答えいたします。詳しい数字はこの後、町民活動課の方から答弁があるかと思いますけれども、秘書公聴課の方で把握している数字的には、4500ぐらいが未配達かなというふうに思っておりますけれども、でこれにつきましては現在は行政区経由で配布をしているわけですけれども、近隣の状況なども調べてみますと、新聞折り込みですとか、ポストへのポスティングを実施している市町村もいくつかございます。でこちらについて具体的に調査をしたところ、例えばある阿見町と、世帯数が同じぐらいですね、約2万世帯ぐらいある市の事例ですと、
まあ、1個あたり、まあ、18円ぐらいかかっていて、それを月2回で12ヶ月、まあ、すると大体予算的には860万ぐらい予算がかかっているというのはこう事例がございました。それから新聞折り込みですと、新聞の購読率がだいぶ下がっているので、必ずしも全世帯に届くわけではないというようなこともございまして、まあ、今このような調査をしているところではございますけれども、なかなかこうすべての家庭に届くような対策というのはなかなか今のところ難しいかなというふうには思っております。で、先ほど海野委員の方からおっしゃっていただきましたけれども、まあ、公共施設、それから町内の銀行さんですとかスーパーさんなどにも置いていただいているほか、ホームページにも当然掲載をしておりますし、ホームページを掲載する際は網メールを通じて発行するというようなメールの方も送らせていただいていますので、まあ、必要な情報についてはそちらからお取りいただいているのではないかなというふうには思っております。以上です。海野委員。かつてというか、まあ、それぞれね、各自治体もこの行政区の加入とその候補紙を、まあ、どういうふうにこう配布していくかっていうのはいろんなその工夫があって、その行政区とは別にね、その候補配達員っていうのを設けて、それでもって全世帯配ると、とにかく全世帯配ると、まあ、こういうことをそのやったところもあるようですけども、今聞くとね800万ぐらいかかるからちょっと難しいんじゃないかという話なんですけれども、まあ今ね最後に課長が言われましたけれども、それを補完する形でね、まあ、網メールとかメールですよね、ここがあるのでここを利用してほしいということのようですけども、まあ、これはぜひね進めていただくと。で、まあ、新聞が最近少なくなっちゃって、購読者がですね、その少なくなっちゃったっていうのも、まあ、広報と同じでね、広報も1から10まで、つまり自分の関心のある話題と関心のない話題まで全部オールインワンで来ますよね。で、今の人たちというのは、まあ、自分の必要な情報だけ探りに来ると、まあ、こういう情報が多いので、まあ、これからも工夫して、ね、やっていただきたいと思います。ただね、やっぱりその広報誌が全世帯に配る、限りなく全世帯に配られるというのは必要なことだというふうに思います。以上、私この質問を終わりにしたいと思います。はい、次に82ページ文書広報費1112事業コード情報発信推進事業事業費について海野委員お願いいたします。まあ、これは婚活事業ですけれども、婚活事業ね、いただいた事前の資料によるとですね、まあ、なかなかその実際のね成果という面では非常に苦労しているということが書かれて、報告がありますけれども、そのまあ令和3年だっていうと、成婚、まあ、把握、まあ、行政が把握しているものはゼロだったと。まあ、これ100万からの金をですね、そのかけて、まあ、チャンスは作るけれども実際に成果はないと。それから、まあ、この事業はこれ市民共同事業でやったんだっけ、市民と住民と、あ、行政と市民との共同事業でやったのかな。まあ、いや、これ後で答えてください。それでこの婚活っていうのは、婚活事業っていうのは民間でもたくさん民間でもですね、たくさん事業があって、それでまあ、私は本当にこれ行政がやる仕事なのかなと。赤ちゃんを産むためにはまず結婚するためにはその前の見合いみたいな形で、そういう類推で始まったと思いますが、どうもやっぱり令和3年度のね成婚把握件数がゼロっていうところを見ると、本当にこの成果があったのかなというふうに思うんですが、そのこの結果についてのね評価ってどんな評価なんですか。秘書広聴課長小倉喜一君。はい、お答えいたします。今委員おっしゃられた通り、まあ26年、平成26年から事業を開始しておりまして、
把握している性婚数が12組ということで、直近でも3年前に1組があったあとは性婚に至っていないというふうになってございます。で、今その何でもコロナにしてはあれですけれども、コロナ禍もありまして直接対面でとっていうのがなかなか難しいような形になっているようなこともあると思いますが、そういった中で、この事業としましては、一つは相談窓口を設けているというようなことがございまして、で、その相談窓口では、昨年度ですと149件の相談が寄せられておりましたけれども、その、ご本人はもちろんですけども、親御さんの相談というのもかなり多くてですね、そういった面ではその結果的には性婚にはつながらなかったということはありますけれども、その、ご本人それから親御さんがその、結婚について心配するそういった状況をですね、緩和するような相談窓口の設置というのは、非常にそれは有効だったというふうには考えております。すみません、以上です。はい、海野委員。担当課としては非常に有効だったと、こういうふうにおっしゃったわけですけども、令和3年度それから過去3年だったっけ、26年度からか、見た性婚件数からすると、そろそろねこの事業についてのその行政評価をやって、今後どうするかということを考えていった方がいいんじゃないかと私は思います。で、他にねその民間でやってないと、これ行政だけやってると、行政辞めちゃったらもうそういう機会なくてね困るということであればね、それはねぜひね拡大推進してほしいんだけれども、これ少子化というのは非常に大きな段階で、少子化にするためには結婚がまず必要なので、だけどその民間にもいろいろと需要があるということを考えると、もう一回行政評価してですね、事業についての今後をね検討するというふうにしていただければありがたいと思うんですが、これ議論の場じゃないのでこれでお願いします。答弁はよろしいですか。答弁いらないです。はい、それでは82ページ文書広報費事業コード1112の情報発信推進事業委託料について海野議員お願いいたします。これがさっきのやつ、同じページですね。これで重なってる。じゃあこれはいいの、ね、はい。すいません。先の質問でこれも重なってたということで、一応質問は。そういうことで終了しました。はい、次にですね、92ページ企画費事業コード1111企画事務費について吉田議員お願いいたします。ですね、実績報告書のですね49ページ地方創生臨時交付金、令和2年度地方創生、交付金について令和4年4月に繰越3事業を含む66事業について実績報告を行ったところ、交付決定額に対して実績額が下回ったため不要額として国に返還したということですが、その不要額が生じた理由と主なる事業は何だったんですか。僕はそれをお尋ねいたします。はい、伊藤正史政策企画課長、伊藤正史君。はい、お答えさせていただきます。返還金の発生の主な要因といたしましては、コロナ対応としまして令和2年度に多く実施しました、給付金助成金等の給付事業について、年度末に執行残が生じたためでございます。具体にはですね、新生児定額給付金事業や、保育施設への給食費助成事業、そして事業継続緊急給付金交付事業などで残が生じております。
これらにつきましてはコロナ対応といたしまして、まあ、初めて事業化したものが多く、まあ、最終的な実績というのをですね、見込むことが難しい状況にございました。定例会や臨時会等の補正予算のタイミングにおきまして執行状況を確認しながら全体事業費の調整を行ってまいりましたが、3月末までですね、申請の可能性のある給付事業につきましては予算を残す必要がございまして、年度終了後に確定した扶養額につきましては返還が生じたものでございます。以上でございます。休むの？はい、吉田委員。新型コロナのね、初めての経験なので、そのよくわからないと、よくわからなかったんで、多分多めにね、計画を立てたんだろうというふうに思いますけども、新型コロナもですね、いよいよ現在においてはだんだん慣れてきてしまったんでね、およその1回目の経験があるんで、今後ですね、扶養額が生じないようなですね、対策を取れるんじゃないかなと思いますが、扶養額を生じない、今後生じないためにはね、どのような方法を取っていったらいいのかお聞きいたします。まあ、交付金はね、全部使い切るというのが一般的なですね、考えじゃないかと思うんで、まあ、今回コロナありますんでね、これは仕方がないことなのかなと思いますが、今後ですね、扶養額が生じないためにはどのような方法を取っていったらいいのか、調査検討した方がいいのか、その点をですね、お聞かせいただきたいというふうに思います。はい、政策企画課長、糸川正志君。はい、お答えさせていただきます。委員ご指摘の通り、交付金につきましては、すべて活用するという方向で調整を進めておりました。対応策といたしましてはですね、最終的な実績で扶養額というのがある程度発生するということはやむを得ないことでございますので、そういったことも見込みまして、全体事業費については交付額をですね、上回る形で調整をするということがございます。令和2年度もですね、そういった考えのもと調整をしてまいりましたが、交付金ができたのが令和2年度ということで、ちょっと事業規模というところでは、なかなか見込むことが難しい事業もございました。そういった変動が生じたこともありまして、今回返還ということにつながってしまったわけですけれども、今後の対応としましては、そういった予算化の時点で、当然積算制度を高めるということと、あと予算化した事業についてはですね、年度途中で事業化するというところもございますので、そういった特に支援制度につきましては、そういったものができたということを、周知をですね、徹底するということも必要ではないかというふうに考えているところでございます。以上でございます。はい。ここで総務費の、ごめんなさい。次に、ページ96ページ、電子計算費、事業コード1112、行政情報ネットワーク運営事業について、海野委員、お願いいたします。いただいた実績報告書を見させていただきましたけれども、その昨年度かな、ごめんなさい、令和2年度にね、そのテレワーク、コロナにおけるテレワークの対応のノート、パソコンとかですね、これ、兵役通信網というのかな、これは整備したと。で、令和3年度でですね、それを運用して、テレワークをやったと思うんですけども、テレワーク、令和3年においてテレワークって どういうぐらいの、どういうぐらいというのもおかしいけれども、どんなふうにこう運用してたのか教えてください。はい、総務課長、石田英二君。はい、お答えいたします。テレワーク用のノート PC は、委員おっしゃられます通りに、令和2年度に地方創生臨時交付金を活用しまして80台を購入しました。で、各課等にですね、1台貸与しまして、職員の在宅勤務やモバイルワーク等で活用しております。
実績でございますけれども、令和3年度におきまして、在宅勤務を推進した期間、緊急事態宣言とか、そういったことでの推進した期間でございますが、こちらは、土日を含みまして100日間ございました。はい。で、その間の在宅勤務者数は、延べで申しますと794名。ということになっております。で、在宅勤務の仕方としまして、おおむね、整備しましたテレワーク用のノート PC を活用し勤務したものというふうに捉えております。以上です。海野委員。延べ人数から言うとね、相当な人数だったような感じがするんですよね。100日間といっても土日が入っているので、何日ぐらいなのか分かりませんけれども、単純に言わればですね、10人ぐらいずつ勤務してたような感じがしますよね、単純に言わればね。それでテレワークというのは一定程度その仕事の内容というかな、その限定されると思うんですよね。で、そういう限定の中でテレワークをやって、それで仕事って回ってたんですか、全体として。総務課長、石田英二君。はい、お答えいたします。委員おっしゃられる通りに、在宅でのパソコンのみを使用した勤務となりますと、業務を行える範囲というのは非常に限定されますけれども、仕組みとしまして、自分が今職場で席上で使っているパソコンを操作、遠隔で操作するというような形になっておりますので、職場に来てパソコン端末でやる仕事はほぼできる。ただ、機関系、住民記録システムとかそういったものについてはアクセスを制限しておりますので、そういった業務のところは自宅で作業ということはできませんけれども、通常職場内で行っているパソコンを利用した作業とか連絡、そういったものはできていたということで、当初そういったものがない中での在宅勤務をするという交代の勤務とかということが状況があったわけですけれども、その時に比べると作業できる業務の範囲というのは非常に拡大したものというふうに考えております。以上です。はい。総務費の総務管理費の質疑を一旦終結いたします。続きまして、総務費の徴税費113ページから118ページについて各委員の質疑を許します。はい、一問なんでこれを終わってから休憩といたしますんで、よろしくお願いいたします。ページ116ページ事業コード1111付加事務費、高野議員よろしくお願いいたします。はい、それでは実績報告書76ページ、付加事務費ということで、これ前年度と比較すると1000万円、増えております。この増えた理由をお伺いいたします。税務課長、安室浩一君。はい、お答えさせていただきます。川端議員の質問でもお答えさせていただきましたけれども、固定資産税につきましては3年に1度評価の見直しを行っております。今回の主な増額の要因ですが、委託料のうち土地家屋評価委託契約になります。こちらにつきましては次回の令和6年度評価外のための委託契約となっております。契約期間は令和3年度から令和5年度までの3カ年の長期契約、継続契約となっております。その年度によりまして委託する業務内容は異なってきますが、基本的には割合としまして1年目が最も業務内容が多くなりまして、そのため金額も高くなっております。また3年目は比較的業務内容も減ってきますので、金額も1年目と比べまして少なくなっております。このように3年に1度の周期で評価外の作業の契約を行っ
おる関係上、全評価外の契約の最終年度である、令和2年度と、新評価外の契約の1年目の令和3年度におきまして、前年度の差が一番大きくなっているというのが要因でございます。以上です。高野委員。はい、はい、これ不動産鑑定それから土地家屋評価などですね、新築物件の、数というかですね、これ新築物件など漏らさずに把握できてるんでしょうか。その把握の仕方っていうのをちょっと教えていただきたいんですが。税務課長安室浩一君。はい、お答えいたします。基本的にはですね、新築物件につきましては、まず法務局の方ですね、登記簿の方の申請が上がってきましたものを元に現場の方とかを確認させていただいているものがあります。またそれ以外にも航空写真を利用しまして、前回と比べまして、家屋が建っているところとかをですね、目視しまして、そちらにつきましても現地の方に赴きまして、新築の確認等を行っております。以上です。高野委員。はい、これ申請されれば、漏れることはないでしょうけど、この目視ってなるとやはり見落としとかそういったの、出てくるんじゃないかと思うんですが、その辺は大丈夫なんでしょうか。税務課長安室浩一君。はい、お答えいたします。あと申しよう、そびれましたが、委託業者の方でもですね、現場の方とかですね、回りまして、委託業者の方でも確認等を行っておりますので、業者の方とまた町の職員等の方でですね、申請とかが上がってなくてもですね、現場の方で新築らしきものについてはその所有者に対してですね、通知とかを行いまして確認等を行っているところでございます。以上です。よろしいですか。はい、以上で総務費の徴税費の質疑を終結いたします。続きまして総務費の選挙費、総務費の統計調査費、総務費の監査委員費、交際費の交際費、諸支出金の基金費については質疑がございません。それではここで執行部の入れ替えのため暫時休憩といたします。休憩前に引き続き会議を開きます。続きまして町民生活部所管分を議題といたします。はじめに歳入19ページから68ページについて委員閣への質疑を許します。64ページ衛生費雑入、石引議員をお願いいたします。よろしくお願いいたします。こちらのですね、指定ごみ袋売り払い収入、2638万1960円あるんですが、こちら R2 年度から比べると約100万円ぐらい増収となっているんですが、こちらの要因のご説明をお願いいたします。廃棄物対策課長村山浩二君。はい、お答えいたします。指定ごみ袋の売り払い収入の増額になった要因についてなんですが、シルバー人材センターへの売り上げの枚数がですね、令和2年度が約360万枚で、令和3年度については約375万枚で、15万枚が令和2年度に比べて増えたための増額の要因となってございます。以上でございます。石引議員。はい、そうすると、町からシルバー人材センターの方に、下ろして、でそこから、販売店とかを経由して町民の方にこう回るっていうような考え方になるんで、ちょっと私もゴミの排出量、家庭ゴミだけではないとは思うんですけれども、その量が減ってるのにここの金額が上がるっていうのがちょっとどういうことかなと思ったんですが、今私が言ったように、結局町民の方がどれだけ買ったかっていうよりはシルバー人材センターで
どれだけその仕入れたかによってここの金額が変動してくるという考え方でよろしいんですか。産業廃棄物、産業廃棄物対策課長村山浩二君。はい、はい、お答えいたします。ゴミ袋の売り払いの方法についてなんですが、まずあの販売店の方からシルバー人材センターの方に、発注の依頼がございます。でそれに基づきまして、シルバー人材センターの方で、クリーンセンターの倉庫に来まして、でその必要数を、出庫していくというような方法でございます。で、実際にそのこちらでシルバー人材センターの方に、売り払いした枚数が多いことについてなんですけれども、考えられる理由としてはコロナ禍 の巣ごもり需要で、そういった、袋の需要が高まったことか、あるいはまたその販売店 の在庫数が増やすような考えになっているのか といったようなことが考えられます。以上でございます。石引議員。すみません、ありがとうございました。分かりました。で最後にちょっと1点確認なんですが、この、卸値価格っていうんですかね、この袋のこれって、こう随時変動とかってしてるんですか。廃棄物対策課長村山浩二君。はい、はい、お答えいたします。ゴミ袋、指定ゴミ袋の売り払いの制度については、平成10年に、導入された、されておりますけれども、そこから、消費税 の変動はあるんですけれども、単価自体の変動はございません。以上でございます。はい、次に64ページ衛生費雑入、川端議員お願いします。はい、有価物売上代金ということで3,608,946円で、昨年と比べまして970万増えております。この増えた要因はまず何でしょうか。廃棄物対策課長村山浩二君。はい、はい、お答えいたします。有価物の、売上代金につきましては、資源ごみとして霞クリーンセンターの方に持ち込まれた、ものでございまして、金属類、紙類、布類、ガラス類、ペットボトルなどの売上代金となりますが、増額となった理由につきましては、金属類が需要が、増大していることに伴いまして、金属類の売り払い単価が、増額となったためでございます。以上でございます。川端委員。はい、これはどういうタイミングで売り払ってるか教えてください。廃棄物対策課長村山浩二君。はい、お答えいたします。売り払いのタイミングにつきましては、ですね、まず四半期ごとにその売り、価格についての契約をしてございます。で、持ち込まれたものについては、ある程度こうまとめまして、でそれで、処理するところ、搬出先の方にこう運搬しているというような、内容でございます。以上でございます。川端委員。はい、その時に市場価格を見て売り払っているということでいいんでしょうか。それは見てなくて定期的にも出しているということでいいんでしょうか。廃棄物対策課長村山浩二君。はい、お答えいたします。その四半期ごとに変動の市場価格を見まして、契約の方更新してますので、随時、四半期ですがそのごとに、見直してございます。以上でございます。川端委員。はい、ぜひ価格変動の中でやはりその有価物の買取価格が高いときにやはりそういうところまで待った上でまたストックをして出していくと、やはり年間で見てみますと収益的にはかなり違ってくるかと思いますの で実際そういうことをやっている自治体もあります。ですからそういうところをしっかりデータ見ながら取り組んでやっていただければと思います。以上です。はい、以上で歳入の質疑を終結いたします。次に総務費の総務管理費95ページから112ページについて委員閣議の質疑を許します。98ページ出張所費事業コード1111出張所事務費について高野委員お願いします。はい、
はい、それでは実績報告書は56ページになります。で、こちらのうずら出張所、実績報告書の下の表を見るとですね、収納額処理件数、載ってるんですが、この収納額の方がですね、令和2年度3年度と、まあ、大体1億2000万の公金を取り扱っているということで、このうずら出張所職員の人数は正職員が3人、会計年度職員が2人ということなんですが、この1億2000万ものこの大金を扱う中でですね、この人数で大丈夫なんでしょうか。入江明君。はい、お答えいたします。令和3年度におけるうずら出張所の職員体制ですけれども、所長1名、主事1名、会計年度任用職員は2名在籍しておりまして、会計年度任用職員1名は月火水、もう1名は月木金の出勤体制としておりますので、全員出勤すると月曜日は4名、火曜日から金曜日は3名体制で、業務を行ってました。で、4年度については会計年度、失礼しました、再任用職員時短勤務でありますけれども、1名が追加されている状況でございます。で、公金の管理についてはお預かりした税金等は一度に搬送する金額が多額にならないように、また夜間や休日に出張所内で保管する金額が多額にならないように、原則毎日役場本庁に搬送しております。で、前日午後から当日午前中までに納められた税金等を集計して午後3時までに役場本庁に搬送していますけれども、出張所の業務に支障が出てしまうような場合、例えば出張や会議、研修、あとは窓口が混雑しているとか、職員が休暇が入っているとかで人数が少ない場合、こういった場合には役場本庁職員と調整して搬送を依頼することもございました。で、調整がつかない場合には搬送を中止して出張所事務室内で、保管を、対価金庫の中で保管をしているという状況でした。まあ、この人数で、大丈夫なのかということに関しては、現状の出張所の職員体制では搬送に関わる人数って少人数で行う状況でありますが、まあ、より安全な方法を確立しなければならないという認識はございますので、近隣の市町村、の対応等も確認しながら検討していかなければならないのかなというふうに考えております。以上です。高野委員。はい、はい、以前もですね、私、これ何回か質問してるかと思うんですが、防犯カメラの更新工事の時もですね、質問させていただいてるんですが、このちょっと管理体制、防犯などですね、そのうずら出張所の中に金庫で保管してるということですけど、このちょっとですね、不安が私としてはちょっと感じられるものですから、まあちょっともう少し協議して見直し、その管理っていうものをですね、もうちょっと厳重にというか、管理していただくようにですね、見直しっていうのをですね、検討していただけないでしょうか。いかがでしょう。うずら出張所長入江明君。はい、お答えいたします。おっしゃる通り、管理体制これからますます強化していかなければならないというふうには考えておりますので、引き続きより安全な方法を検討していきたいと考えております。以上です。はい、ページ100ページ、町民活動推進費事業コード1111時事進行費について海野議員お願いいたします。さっきの話かな。そうですね、先ほど、お聞きしたんですけれども、ちょっと詳しくね、教えてほしいのは、その行政区への
ごめんなさい、加入世帯数を教えてほしいんです。町民活動課長白石幸也君。はい、お答えします。行政区の、加入状況につきましては、令和3年度末の数字で、16,498 世帯で、行政区の加入率は、77.0% となっております。以上です。海野委員。すいません、私さえ先ほどまあ、70% ぐらいかなという話をしたんですけど、 77.0%、まあ、約 80% は行政区に入っているということでいいんですね。はい、はい、結構です。わかりました。はい、では次に100ページ、町民活動推進費事業コード1113、町民活動センター事業について難波議員、お願いいたします。それでは決算書の、ですね、100ページから102ページにかけてでございますけれども、その中で令和3年度は982万ですね、3509、令和2年度は940万4253円と、ですね、41万9256円の減、増額になっておりますけれども、まずその理由をお伺いいたします。町民活動課長白石幸也君。はい、お答えします。令和2年度比で、議員おっしゃる通り41万9000余りの増額というところで、主だったところは職員数の、増減は、比較すると人数としてはないんですけども、まあ、会計年度任用職員の方が3名ほど勤務をしていらっしゃいまして、そちらの、期末手当、こちらが若干上がっているというところでございます。以上です。難波議員。あ、難波委員。はい、分かりました。でこの中にですね、危機借り上げ料ということで今回新規で出てますけど、これどんなものを買われたんですか、お伺いします。町民活動課長白石幸也君。はい、お答えします。申し訳ございません、ちょっと手元に資料がありませんので後ほどご答弁いたします。難波議員。はい、難波議員。はい、一応決算書の中にきちんと会計の、書いてありますので、でそういったことも含めて、増額理由なのかななんとは思うんですけれど、当然分かっていただきたいと思います。それとあとはコロナ禍でありますけれども、利用人数と開設時間ごと、また利用内容等もお伺いいたします。町民活動課長白石幸也君。はい、お答えします。先ほど機器の借り上げ料資料がないと、申し上げましたけれども、こちら AED の、機器の借り上げを、令和3年度から始めましたので、そちらの借り上げ料が、計上されているということでございます。で今のご質問の町民活動センターの利用状況、というところですけども、利用者の推移につきましては、令和2年度が3397名、昨年度令和3年度が2676名と、なっており、そのうち夜間の利用者および利用割合は令和2年度が191名で全体の 6%、 令和3年度が110名で全体の 2% となっております。ただし、議員ご承知のとおり、令和2年度令和3年度におきましては新型コロナウイルスの感染拡大の影響で施設自体を閉館した日数もかなりありますので、一概に通常の年と比較するのが難しい部分があるかと思いますが、その点はご了承いただきたいと思っております。ただし、まあ、その点を除きましても特に夜間の利用者が極端に少ないという現状がございますので、人件費の抑制等を考慮しまして、今後も利用状況を注視していく中で
開館時間の短縮も検討していきたいというふうに考えております。以上です。南波委員。分かりました。確かこの間アンケート等も一生懸命やってたと思うんですけど、その結果は出ておられますか。そういうことも含めて今おっしゃっていただいた通り、また削減ということで、そういったこともしっかり見極めてやっていただければなと思います。あとはですね、その中でボランティアの講座利用者数は実績表の方で、結構たくさんボランティアも増えてるということで載ってるんですけれども、今後どのような形でボランティア数もかなり阿見町は13団体が増えたということで107団体ということは聞いておりますけれども、今後どのような形でもっと増やそうと考えておられるのか、この辺だけは伺いたいと思います。南波委員に申し上げます。発言の際は挙手の上ご指名してから発言をしてください。町民活動課長白石幸也君。お答えします。議員おっしゃる通り、町民活動センターへの登録団体数は、令和3年度で107団体ということで、順調に、伸びております。こちらにつきましては、町民活動センターに、2名の会計年度任用職員がおりまして、そのうちの1名が、市民活動のコーディネーターという立場で、仕事をされております。その方を中心に登録団体数の伸びを捉えているところでありますので、その方の成果がかなり出ているのかなというところだと思っております。今後も共同の方をですね、さらに推進していくためにセンターへの登録数をさらに上げていく努力をしていきたいと考えております。以上です。ページ104ページ、町民活動推進費事業コード1118、みんなが主役のまちづくり事業について、海野委員、お願いいたします。はい、ですね、みんなが主役のまちづくり事業ね。2つほど、ね、お伺いをしたいんですけれども、1つは、ね、地域づくり会議、これは町長の目玉政策で、ね、それぞれの町内の8地域で、ね、これ会議をやっているんですけれども、どうも、ね、そのいただいた資料の中で実際に令和3年度でこういう要望をしたいということで決定された状況を見ているとね、もうなんとなくやっぱり行政区から出されてくる要望とね、あまり大きな違いはないなと、もちろんね、違いがなくても住民が自らね、その地域、自分の地域の様子を見てこういうのは必要だということで決定して出てきたものですから、これは結構なんですけれども、例えばね、この一つ、ごめんなさい、地域づくり会議のメンバーとその行政区の役員、これがね、かぶっているのではないかなっていうふうにね、ちょっとね、こう疑問に思うんですね。で、ここからまずいきましょうか。すいません。町民活動課長、白石幸也君。はい、お答えします。地域づくり会議の、委員さんと、いわゆる区長さんがダブっているのではないかというところですけれども、我々の方で地区の方に地域づくり会議のための委員を選出願いたいと区の方にお話をするんですけれども、その時に必ずしも区長さんを地区から2人選出されるんですけども、そのうちに1人入れてくれとか、そういった限定的なところはしておりません。ちなみに令和3年度は66地区あるうちの42名が区長さんが選出されるという状況にあります。以上です。海野委員。なるべくもうちょっとね、その区長ではない、つまり行政区の
経路ではないその要望を把握するためには、その区長ではない方々、区長にも努力していただいてですね、そういう方々を選出する方がいいんじゃないかなというふうに思います。これはそのままで結構なんですけど、それからもう一つなんですけども、令和3年度の実績でね、そのいくつか、同じような実績があって、その中にですね、その広報掲示板の設置、いや懐かしいなと思って私の身の回りにはですね、広報掲示板ってないです。で、広報掲示板の設置という要望が出たということは、必要だと思ってですね、出されたんだと思うんですけれども、もちろんそれはそれはそれでいいんですけども、その広報掲示板をこう要望したその理由と、それからもう一つは、その当然広報掲示板をですね、つければ張り替えるとかね、そういうそのいわゆるその管理運営っていうんですか、これが必要だと思うんですけども、これをどのようにやってるのかをお聞かせください。町民活動課長、白石幸也君。はい、お答えします。議員のお話の通り、昨年度の、要望としまして、広報の掲示板が、4地域から、出されました。その理由、選ばれた理由ということですけども、4地域において、結果的に選ばれたのは、掲示板が選ばれた、結果としては意外なところがあったんですけども、やはり裏を返せばそれなりに地区の方で必要性があったというところだと思います。で、その設置した後の、広報掲示板の、管理運用というところは、それは町と地区の申し出せによりまして、設置した後の運用管理はもうすべて地区の方にお任せをしているという状況でございます。海野委員。同じところでもう一つですけれども、阿見吉原地区ですけれども、もちろんクレーン車が林立してですね、企業が立地をしているんですけども、同時に住宅も本当にだいぶ立地してですね、まだまだ増えている状況なんですけれども、でその、アンケートを実施されたということで、結果が、書いてないので、結果についてね、これ令和3年度にアンケートを実施されたと思うんですけど、どういうその結果だったのかということについて、お伺いしたいと思います。町民活動課長、白石幸也君。はい、お答えします。昨年度末に、アンケートの、聴取を行いました。こちら、記載の通り、408世帯にアンケート調査を行いまして、回答数が135世帯、回答率が 33.1% という状況でございました。で、このアンケートにつきましては、大まかに、新しい、その吉原、地区に、住んでみてどう感じているか、また、行政区に加入をしているのか、それから行政区についてどれぐらい知っているのか、というような、内容で、アンケートを取りました。で、その、大まかな結果なんですけども、全部ではないんですけども、拾い上げてみますと、実際に住んでみての、感想につきましては、良い点として、街並みがきれい、公園が多い、という項目が 50.4%、それからインターチェンジが近くて便利、という項目が 37.8%、という数字であった、一方でですね、買い物に不便、と、答えられた方が、94.8% いらっしゃいました。また行政区については、加入している、または準会員として、加入をしている、人が、40.7%、加入していないまたは分からないという方が 59.3% でございました。行政区の、知識に、関しましては、自分の住んでいる行政区を知らないという方が 53.0%、 また個別の活動についても、例えば行政区で回覧板を回していることを知らないという方が 41.5%、
など、まあ、全体的に業績に対する認識が決して高くないことがこの数字から伺いました。一方でこの大和古くから吉原地区に住んでいらっしゃる住民の方からこれだけ人口が増えているので新しく行政区を作った方がいいという意見が実際に出ております。で、まあ、そのために新しい住民の方の中で核となるリーダーとなる方が出てこなければ、まあ、実際にこの具体的な話を進めていくことも町としてはなかなか難しいところがあります。そのために昨年度最初の足がかりとしてこのアンケート調査を行いましたが、今後はさらにその地区のワークショップ等を開催したりして、この住民の皆様の生の声を聞いて新しい行政区に関する関心度や理解度、こういったものを高めつつリーダーになるような方が出てくるように今機運を高めているところでございます。以上です。海野委員、アンケート結果見てですね、いや本当によく分かりました、理解しました。まあ、以前ですね、吉原のジャンボ遊具がある近くにね、ゴミ置き場があって、でそこにその箱がないもんだからば、そこにこう勝手に置いて、まあ、勝手にっていうか住民が置いて収集場所なので、そしたらそのあそこはちょうどカラスがですね、カラスなのか犬なのかよく分かりませんけども、とにかく何度も何度もその汚れてるわけですよね。それで私もたまたま行政区の役員の方に何とかできないのかって言ったら、まあ、つまり加入していないのでなかなか難しいと。で巡回員っていう制度も作ってやっているんだけども、それでも入らない人たちも結構いると。でまさかね、そのこんなに入ってないとは思いませんでした。59.何%、 60% 近い人たちが入ってないと。まあ多分貸し屋もあるんじゃないかなとは思いますけどね。で、まあ、ぜひねこの行政区の役割を知らせたりとかですね、まあ、まさに町長がいつもおっしゃってるけれども、自治とかね、そういうものを担うためには、まあ、やっぱりあそこはその新しい地区で新しい行政区を作るっていうのが一番いいんじゃないかなと。まあ、一緒になるとね、先輩とか後輩とか旧来の伝統とか新しいって形になるので、そこをねぜひね、さらに課長の方から、あ部長の方からですね、言っていた、あ課長か課長の方から言っていただいてですね、働きかけていただきたいと思います。以上です。はい、海野議員、素晴らしい認識だとは思いますが、質問に質疑に特化して行っていただきたいというふうに思います。次に106ページ、地域安全対策事業コード1111、交通安全対策事業、難波議員お願いいたします。はい、簡潔に やりたいと思います。108ページです。はい、ですね、はい、その中で、924,747ということで7円ということで今回の予算がついておりますけれど、その中でですね、これは運転免許受注返納者を増やすための方策ということでこのような予算はついているということですけれども、その詳細についてお伺いします。はい、生活環境課長小笠原浩二君。はい、返納者を増やすための方策といたしまして、現在町ホームページへの掲載や、高齢者運転免許自主返納支援事業チラシの、行政区への回覧、牛久地区交通安全協会窓口への、設置することにより周知を図っております。また、今年7月には令和3年度に本事業を利用した方を対象にアンケート調査を実施し、高齢者運転免許自主返納支援事業が免許返納の動機になっているかを調査したところ、半数以上の方が、動機と なったと回答を得ております。このことから、免許者、あ、すいません、返納者を増やすための方策につきましては、今後も運転に不安を感じる方が
運転免許を自主返納できるようさらなる周知を進めてまいりたいと考えております。以上です。南波委員。はい、ありがとうございます。ですね、令和3年度は85人ということで、この1000万円ですか、100万円の中で予算付けをしたということで、いうことでありますけれども、少し余ったのかなと思うんですけれども、この中にはですね、要するにデマンドタクシー券ということでいただいたかと思うんですけれども、それに関して頂いたはいいけれども、これを使い切れてないということのお声がかなり来てますけれども、それに対してどのように考えておられますでしょうか。お伺いいたします。生活環境課長小笠原浩二君。はい、はい、阿見町地域交通、活性化協議会で実施しているデマンドタクシーあみまり君を活用し、運転免許を自主的に返納された方へ、デマンドタクシー乗車券を交付しているところであります。また、今年7月に令和3年度の本事業を利用した方を対象にアンケート調査を実施しております。その結果7割以上の方がデマンドタクシーを利用していない状況であり、他の交通機関の利用などの意見があることから、返納した方に対してさらなる支援につきましては、このアンケート内容と他市町村の先進事例を参考に今後調査研究していきたいと考えております。南波委員。そういったアンケートの結果は大変貴重だと思いますので、そういった中にもちろんそのデマンドタクシーがもっと皆さんに機能をして使っていただけるような、そういうことももちろん大切でありますけれども、実際使ってないという方が7割ぐらいいらっしゃるということで、やっぱりそういう方にはこのデマンドタクシーのほかに、またいろんな先進事例を見ながらタクシー券、また貫徹バス等々、そういう方にもしていくべきではないかなと、ふうに思いますので、その辺は検討材料ということで、要望いたします。はい、以上です。要望ですね。はい、はい、要望というかお答えできますか。答弁求めるんですか。要望です。終わりにしたいんですけど、以上です。はい、では108ページ、地域安全対策費に事業行動は1211、防犯対策事業工事請負費、南波議員お願いいたします。それでは次ですね。はい、ごめんなさい、108ページですね。決算書では防災対策ということで、工事請負372万9999円に関してお聞きしたいと思います。前年比ですけれども、前年比はですね、その中の防犯と新設工事ということで、今回令和3年度は129万8999円になっておりますけれども、令和2年度におきましては、274万6480円ということで、かなりの減額になっておりますけれども、そのまず減額理由をお伺いいたします。生活環境課長小笠原浩二君。はい、お答えいたします。まず減額というよりもですね、こちらの方の防犯灯の設置というのはですね、各行政区からの、要望によって、設置して、しております。それでこちらの方については、昨年度25行政区から58棟の申請ということですので、そちらの方をすべて設置しております。ですので、こちらの方で、案に、減額をしたということではありません。以上です。南波委員。はい、わかりました。そうしましたらですね、この設置方法に再度お聞きしたいんですけれども、行政から要望が来ると思うんですけれども、これはその都度その都度早急にやっていただけるということでよろしいんでしょうか。お伺いします。生活環境課長小笠原浩二君。はい、はい、こちらの方についてはですね、一件一件、来た時に、工事発注ということになりますと、それだけ単価が高くなってきます。ですので、ある程度だいたい20件ぐらい溜まってから、工事発注し
するようにしております。以上です。南波委員。今回地域の方でかなり雷がうちの近所にも落ちまして、落雷が落ちまして、もうかなりの被害を被っているわけでございますけど、そういったことも含めてそれはできないという、20件ぐらい集まってからやるということで、早急にはそれも含めてという考えなんでしょうか。再度お聞きします。生活環境課長小笠原浩二君。はい、お答えいたします。修理の方についてはですね、その都度早急に、工事を発注しております。以上です。執行部に申し上げます。今回の予算決算特別委員会は全委員が事前通告をし、事前調査をして質疑に臨んでおります。先ほどの南波委員の質疑にもありましたように、ぜひですね、質問に対してきちっと答えられるように準備をよろしくお願いします。それでは南波議員お願いいたします。防犯対策事業に関しまして、防犯棟新設工事につきましては午前中ご答弁をいただきましたので、その次にあります防犯カメラ設置工事につきまして引き続き243万1000円でありますけれども、それに関しまして令和3年につきまして詳細をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、生活環境課長小笠原浩二君。はい、はい、防犯カメラなんですが、街頭防犯カメラの設置につきましては、牛久警察署との協議により、設置が望ましい主要交差点に、28箇所、設定しております。それで令和3年度末現在での設置数は10基で、今年度4基設置いたします。それで今年度末には14箇所の交差点に街頭防犯カメラが設置ということになりますので、残り14箇所につきましても引き続き設置を進めていきます。また地域予算制度による街頭防犯カメラの設置については、地域づくり会議の中で各地区、地域の実情に応じて必要性の有無や設置場所を検討していただいた上で要望を提出していただき、町ではその要望に応じて街頭防犯カメラを設置する考えでおり、今年度は2基設置いたします。以上です。南波委員。はい、大変にいろんな地域予算と含めまして以前の阿見町から比べたら随分設置が進んでいるかとは思うんですけれども、やはりこういったご時世でありますので、なおかつ今までとは違った速度で設置すべきだと思うわけでございますけれども、その辺課として、どのように考えていらっしゃいますでしょうか。そこだけお聞きします。生活環境課長小笠原浩二君。はい、令和5年度につきましては、茨城県、警察街頭防犯カメラ設置費補助事業を利用して4基設置する予定になっております。それで令和6年度以降については、財政状況を勘案しながら、進めていきたいと思っております。以上です。南波委員。わかりました。しっかりと進めていただきたいと思います。お願いいたします。はい、以上です。はい、はい、それでは108ページ地域安全対策費事業コード1211防犯対策事業負担金補助金並び交付金について南波議員お願いいたします。では3年度の事業決算報告23万200円でございますけれども、それに関しまして、詳細をお伺いいたします。生活環境課長小笠原浩二君。はい、こちらの自動車盗難防止装置の、ものなんですが、令和3年度は、78件と、目標に達成しませんでした。そのため、申請件数が、
当初300件を設定しておりましたので、300件に達するまで事業を進めていきたいと考えております。以上です。南波委員。今後どのようにされたらこの辺まで行くかだけ お伺いいたします。はい。生活環境課長小笠原浩二君。はい。こちらの方については、常に啓発活動というのをやっていきたいと考えております。そのためにも、広報に出したりとか、回覧とかそういうふうに考えてい きたいと考えております。以上です。南波委員。はい、分かりました。皆さんどういったものか分からないことが多いと言ってますので、その辺も図鑑なんか入れていただいて町民に分かるようにしていただいて、皆さんがせっかくこういった事業がありますので、やっていただけるようなまた周知をぜひお願いしたいと思います。以上です。はい、答弁よろしいですね。はい、はい、それでは次に110ページ地域安全対策費事業コード1221空き家対策事業について海野議員よろしくお願いします。はい、委員長。はい、早く刺されちゃったんですから。ですね、いただいたね、予算執行実績報告書を見ますと、予算書108ページで、ごめんなさい、8ページじゃない、やった、そうそう、ごめんなさい、どこちょっと、あ、ここだな、で、委託料ですね、92万9千円のうち、調査委託料で35万2千円。弁護士委託料で57万7千円と、弁護士に対する支払いは相当、金額が多いんですけれども、これも一件に対して、弁護士に委託すると、57万7千円かかるということで、今回はね、その特定空き家、もっぱらね、この事業はその特定空き家をどう解消するかっていう話だと思うんですけれども、それでその所有者不在の空き家一件に対して、今回ね、その弁護士の委託ということで57万7千円かかったわけですよね。で、このそうすると今後ですね、この所有者不在の空き家というのはその一件なのか、4件のうち一件だけがその弁護士に委託する分だったのか、それとも4件ともその所有者不在で、その本当はその弁護士なりにその委託しないと解決しないものなのか、それちょっとお伺いします。生活環境課長小笠原浩二君。はい、こちらの方の、不在者、なんですが、こちらの方については、4件中1件ということで進めさせていただいております。それでこちらの方なんですが、所有者不在というのはですね、長期に音信不通となったもので、親戚友人等に紹介しても行方を探したものの、その所在が判明しないもののことを、所有者不在ということになっております。以上です。海野委員。私違うと思っちゃったもんですから、すみませんね。つまりこれは所有者は、音信不通だから生きてるか死んでるかもわからないということで、住民票をかけてもわからないみたいな形なのかな、わかんないけど、その私の認識としてはなんかね、そのもう亡くなっていて、相続が発生したんだけども、その相続が、うまくいかなかったということで、ひょっとしたら2代ぐらい相続が過ぎちゃって、でたくさん その所有者がいて、その中で、誰かを特定することが難しいということでやっているのではなくて、本当にこれ行方不明、生きてるか死んでも分からないと、こういうふうな人だって、人っていうかその案件だったということで理解していいんですか。生活環境課長小笠原浩二君。はい、海野議員の言われた通りに、実際にどこにいるかわからない、もしかしたら亡くなっているかもしれないという方ことについて、やっております。以上です。海野委員。そうするとそのつまり大執行でやるんだと思うんですけども、
弁護士にかかる費用だけでも57万7000円で、多分それを壊すかどうか私は分かりませんけども、それにもまあ相当なお金がかかると。でそもそも行方不明者なので、生きてるかも死んでるかも分からないし、相続も発生してるか分からないとなると、その後これどういうふうに進んで、負担は町が、大執行やったとしたら町がとりあえず支払ったとして回収するとか、非常に難しい問題が発生するのではないかと思いますが、その辺の、まあ、令和3年度はとりあえず弁護士に委託して、そういうスケジュールまで多分あのやり取りしたのではないかと思いますが、どうなっているのか教えてください。生活環境課長小笠原浩二君。はい、お答えいたします。こちらの方について、今、裁判所の方に不在者財産管理人制度を使いまして、不在者財産管理人を、決めてもらっているところになっております。それでこちらの方が、決まりましたら、今度はこの管理人が、現地に赴き、その財産を、調査するということになります。その後に、買ってくれる、そのまま買ってくれる人がいれば そこで売る、買ってくれない方がいれば、あ、いなければ、取り壊すという形になってきます。ただその時にも、その時に略式大執行といいまして、こちらの方で壊していくということになります。当然、所有者の方が、不在ですので、その時に請求はできません。それで、不在者財産管理人がこの土地を売ったとき、じゃあその土地の値段を、じゃあ壊した値段をもらえるのかという話になってくるんですが、これが、そういうわけではいかなくて、まず不在者財産管理人が売ったお金を、預かっておいて、見つかったときにその方にお渡しすると。それでお渡しするときに、町とその方と打ち合わせをし、回収するというような形になってきます。以上です。海野委員。これはまあ、たまたまね、今回思い切って、やろうということでやられたと思うんですけれども、まあ今まで、まあ、その空き家の調査をやって、で特定空き家も一応これ8件って書いてありますけれども、まあ特定して、でその中ではこの1件だけなんですか、そんな非常に、まあ、厄介っていうか手続きも大変だし、そういう案件っていうのはこの1件だけだったんですか。生活環境課長小笠原浩二君。はい、不在者が、特定できなかった案件についてはここの1件になっております。以上です。はい、次に112ページ、地域安全対策費事業コード1312災害対策費について、難波議員お願いします。それではよろしくお願いいたします。1312災害対策費の中で、時間外勤務手当についてお伺いしたいと思います。ですね、今年度は、96万5778円、令和2年度は15万7176円ということで、かなりの増額になっておりますけれども、その増額になった要因をお伺いいたします。防災危機管理課長、山崎敦さん、敦君、ごめんなさい。はい、お答えいたします。委員おっしゃる通り、令和3年度と令和2年度を比較しますと約80万円の増となっております。この予算で支出するのは、台風、大雨、地震、大雪などの自然災害や災害に備えた各種訓練に対するものでございます。令和2年度、3年度ともに大きな台風や地震の被害はなく、警戒体制の機会は少なかったため避難所を開くことはありませんでしたが、令和3年度は新型コロナウイルス対応で町内の飲食店周りや、9月から10月にかけては町外から搬入された土砂から発見された
戦時中の不発弾処理、このために時間外勤務が増え、この2つだけで全体の 65% を占めることとなりました。以上でございます。ナンバー委員。分かりました。でその下に書いてありますこの休憩者青宿とかそういったことに対するのも一つの要因なんでしょうか。それは別ですか。防災危機管理課長山崎敦君。はい、もちろん休憩者地の事業も時間外の中には含まれるかとは思うんですが、全体としてはわずかでございます。以上です。ナンバー委員。で今後ますますこういった台風大雨またいろんなコロナの状況もありますけれども、そういった中で見守りもしていただいている、また訓練等もやっていただいているということでありますけれども、今後ですね、ますます増える可能性がありますけれども、今の防災対策課で、その人数で今後大丈夫であるんでしょうか。その辺だけお聞きしたいと思います。防災危機管理課長山崎敦君。はい、お答えいたします。今の人数で大丈夫かどうかというのは、いろんなパターンはあると思うんですが、さまざまな災害は事前に予測することが困難なため、基本的には起きた災害に対して迅速かつ適切に対応するということであると思っております。改善策として、例えば訓練や事前の準備を十分に行うことであると、これが重要と考えております。例えば避難所開設については、平常時から避難所ごとに担当職員とローテーションを定め、避難所訓練も行っておりますし、防災危機管理課内でも災害時に起こることを想定して効果的かつ無駄のない勤務を行い、負担の平準化や余分な時間外を行わないと、そういうふうに努力してまいります。以上でございます。ナンバー委員。分かりました。ありがとうございました。自治防災のそういった計画も作っていただいているかと思いますけれども、そういった中でもかなりそういうのも入っているのかなと思いますけれども、時間外としてその辺もいろいろまた考えていらっしゃると思いますけれども、日頃の訓練今後ともどうぞよろしくお願いします。以上です。はい、次に112ページ地域安全対策費、事業コードが1312災害対策費、海野議員よろしくお願いします。私がお伺いしたいのは、防災備蓄食料品、これのですね、更新ということを、当然やりますけれども、期限切れが迫ってくればね。それでいただいた実績報告書では、今回105万6千円かで、目標の2万1500食と飲料水を確保したというふうになっておりますけれども、この期限切れが近い、要するに入れ替える食品、期限切れが来ちゃってから入れ替えるんじゃなくて、期限切れがどのぐらい前なのかわからないけれども近い食品について入れ替えているので、そうするとこの期限切れが近い食品については、ここにはいろいろ書いてありますよ。防災訓練や小中学校等に配布するとかって書いてありますけども、防災訓練もね、あまりコロナ禍でできなかったんじゃないかと思いますが、実際には令和3年度でどういうその配布っていうかな、処理っていうのもおかしいか、利活用したんでしょうか。防災危機管理課長山崎敦君。はい、お答えいたします。令和3年度につきましては、社会福祉協議会、こちらと調整をいたしまして、賞味期限が3ヶ月以上あるアルファ米300食、パン196食、スープ400食、粉ミルク70食、500ミリリットル保存水48本、こちらをお持ちしまして、生活困窮者に配布していただくと、で有効活用の幅を広げました。以上です。海野委員。そうすると社協に任せたというかな、その社協の方で、そういった今おっしゃった生活困窮者の方々に
まあ、お任せするというような形で、まあ、有効活用されただろうと、まあ、こういうふうに執行部としては思っているわけですよね。まあ、私も美穂の社協なんかに社協だったかな行くか機会があって、まあ、そこで売ってましたね、期限切れ食品を。それでそのお金でまたそれを、まあ、買うからそのお金でまたその資金になるのかな、そういう形をして、つまり執行部から特定 の, そのこういうものに使ってくれ、例えば子ども食堂にやってくれとか、どうのこうのっていう指名はしないでその社協に任せたと、こういう形でもう一回再確認で申し訳ないんだけれども、そういう形だったということですね。はい、防災危機管理課長山崎敦史君。はい、お答えいたします。まあ、全部を任せたというよりもこういったものが残ってるんですけどどれだけ必要でしょうかというような問いかけをして、じゃあこれだけは配布しましょうということで、はい、そういうことでやりました。以上です。以上で総務費の総務管理費の質疑を終結いたします。次に総務費の戸籍住民基本台帳費117ページから122ページについて各委員の質疑を許します。120ページ事業コード1112住民基本台帳事務費について久保谷光委員よろしくお願いします。ですね、まあ、マイナンバーカードを利用してコンビニで住民票の写しと印鑑証明が1通200円で、取得できるようになり、コンビニ交付発券数は令和2年度の1665件から令和3年度には3937件と倍増と以上となっております。町民にとっては利便性の高いものだと思います。また一方、毎週日曜の午前中に休日会長でコンビニ交付よりも多くの証明書の発行や納税業務をされていますが、休日会長は日曜の午前中に限定されております。職員の休日出勤の負担などを考えるとコンビニで交付できる証明書を拡大してはどうかについて伺います。町民課長斉藤明君。はい、それではお答えします。まずマイナンバーカードの交付状況ですが、9月4日現在で交付率が 44.9% となっております。交付率が上がるにつれてコンビニでの証明書交付も増加しております。コンビニ交付している証明書は住民票の写しと印鑑登録証明書となっております。その他戸籍関係の証明書についてコンビニ交付を実施することは技術的には可能ですが、しかし交付できるのが現在戸籍に限られること、また相続関係を証明するのに必要な除籍当初本原戸籍等が交付できないこと、導入には多額のシステム改修および運用費用が発生するため県内で戸籍関係の証明書のコンビニ交付を実施しているのは確認できる範囲では4市町村と少ない状況であります。次に日直対応の電話予約による証明書等休日交付ですが、やはり戸籍関係の証明書の交付ができません。これは法務省の方から電話予約による戸籍当初本交付請求を認めない旨の回答が出ているので電話予約で交付することはできません。よって戸籍関係の証明書については休日会長窓口で対応しております。休日会長窓口は令和3年9月から毎週日曜日の午前中
9時から正午のみの会長に変更されたために職員の負担は以前よりはだいぶ軽減されたほか、より来客の多い平日にその職員を割り当てることができたため効率化を図ることができました。休日会長では証明書の交付のほかにも戸籍関係の届出書の受付、印鑑の登録、またマイナンバーカードの速やかな交付のために休日予約交付サービスを行っており、まだまだ一定の需要と必要性があり、現在毎週日曜日午前中というのがニーズとサービス量がマッチした妥当な実施量ではないかと考えておりますので、当面の間はこのまま休日会長を継続する予定であります。今後自治体 DX の推進に伴い電子申請等が増えて休日窓口の需要が少なくなってきた段階におきまして、各州での会長などの見直しを検討したいと思っております。以上です。久保谷光委員。はい、それではですね、休日の証明書の主な証明書の内容をちょっと令和3年度と2年度とお願いをいたします。町民課長斉藤明君。はい、お答えします。休日会長令和2年度令和3年度の実績、住民票の写しが595件、戸籍、謄本証本、194件、印鑑登録証明書、が166件、こちらが主な証明関係でございまして、印鑑の登録および廃止、こちらは168件、マイナンバーカードの交付および電子証明書等の手続き463件、そして旅券パスポートですね、パスポートの交付29件が令和3年度です。はい、令和2年度もご紹介したいと思います。令和2年度住民票の写し623件、戸籍登録本165件、印鑑証明書696件、印鑑の登録及び廃止139件、マイナンバーカード関係409件、パスポート22件の交付を行っております。以上です。はい、久保谷光留。ですね、コンビニで取れる住民票と印鑑証明が令和2年度と令和2年度ではね、住民票が623、あと印鑑証明が696ということで、これ大体全体的にの中で大体 74% かな、5% ぐらいの形になっているんですよね。と3年度はやはり今度全体的には証明書取りに来た人は1941人で、住民票が595、あと印鑑証明が665ということで、これやはり日曜会長で 65% と前年度より減っているんですが、まあ、そういう中でね、マイナンバーカードを取得するときに、この何ですか、印鑑証明とか住民票はコンビニで取れるというふうな周知っていうのは今までしてるんですか。町民課長斉藤明君。はい、お答えします。マイナンバーカードの交付の際にですね、そういった利用方法ができるということは周知しております。以上です。久保谷光留委員。はい、ですね、もう一度ね、これ
マイナンバーカードもそうですが、全体的にもうちょっと住民に、コンビニで住民票と印鑑証明はもうこれね、休日の中のもう60数%、70%前後ですよね。そういうふうに取りに来るっていうことは、やはり、だんだんね、マイナンバーカードの取得も増えてきてるわけですから、そういう中でやっぱりもう一度は、まあ取得も写しを取るのにも200円ということで、ね、安価で取れるわけですから、その辺のところもう一回、集中していただいて、その中で今なんか2名から3名の休日出勤の方がいるっていうことなんで、一人でも二人でも減らしていってね、そんで職員の負担を減らしていければというふうに考えておりますので、今後はそういうところもう一度ね集中をして、でコンビニの方で取れればこういうです値段も200円で取れますよとか、で日本全国どこでも取れますからね、そういう形で集中していただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。答弁はよろしいですか。はい、はい、それでは以上で総務費の戸籍住民基本台帳費の質疑を終結いたします。次に衛生費の清掃費177ページから184ページについて各委員の質疑を許します。184ページ事業コード1111環境政策事務費について川端議員よろしくお願いします。551万7900円、これが決算額であります。で実績報告書の176ページの真ん中に雑草繁務に関する部分が載っておりまして、令和3年度は情報提供数が226件に対し指導、そのうち48件に勧告で、命令が21件行ったとありますが、これ行った後どのような状況になりましたでしょうか。生活環境課長小笠原浩二君。はい、はい、それではお答えいたします。命令21件行ったうち、12件が、除草を行い、9件の方が、未実施でした。以上です。川端委員。はい、勧告48件はどうですか。生活環境課長小笠原浩二君。はい、この勧告とか、指導とかあるんですが、指導が226件行いました。そのうち、雑草を、除草してもらいまして、除草してなかった48件に対して勧告を行いました。それで勧告を行った48件のうち21件が除草しておりませんでしたので、21件、命令を出して、そのうち、21件出したんですが、そのうち9件が未実施ということになります。ですので226件のうち9件の方が、除草してなかったということになります。以上です。川端委員。はい、ありがとうございます。なかなか全部きれいに処理をするというのは難しいかと思うんですが、毎年毎年これは情報提供がある中で担当課で動いてもらってるんですが、やはりこれは未実施がそのまま残るっていうのも大きな問題なんですが、この9件の未実施はこのまんま放置をされたのか、何らかのその後手を打たれたのか、その点をお聞きします。生活環境課長小笠原浩二君。はい、こちらの方で、すみません、町の方で、除草するとかそういうことはやっておりませんので、定期的に、除草繁務地を確認して、そこの地権者の方に除草してくださいという通知を出しているところになっております。以上です。川端委員。はい、なかなか難しい問題ですけども、今後の対応策、何か改善するところはありますか。
生活環境課長小笠原浩二君。はい、お答えいたします。こちらの方欄ですが、実際に、除草しない方っていうのは毎年同じような、お名前ですので、ここについて何かかにか手を打っていかなければいけないかなと、感じているところです。ですので今後、近隣市町村の実例とかそういうのも、聞きながら、検討していきたいと考えております。以上です。川田委員。はい、まあ、あの近隣市町村そしてまた県ともしっかり相談をしていただいて、またあのそれでも解消できないところに関してやっぱりあの国の法律を変えていかなきゃいけないんじゃないかと思います。まあ、そういうことも含めてあのこちらとしてもできることを応援したいと思いますので今後ともよろしくお願いします。以上です。はい、以上で衛生費の清掃費の質疑を終結いたします。次に衛生費の環境衛生費183ページから192ページについて質疑を許します。ページ188ページ事業コード1112不法投棄対策事業について高野委員よろしくお願いします。はい、実績報告書181ページとなります。こちらの事務事業調査の、不法投棄対策事業、これはの、代表質問ということで、こちらのパトロール委託料がですね、739万8444円で、この事業費の大部分を占めております。でポイ捨て、動物死体回収、948件、 24.45 トンとありますが、これ残土の不法投棄15件というのも含まれているんでしょうか。廃棄物対策課長村山浩二君。はい、お答えいたします。不法投棄、パトロールの委託料についてはですね、ポイ捨てゴミのパトロールのほかに民間警備会社の委託のもございます。で、その15件のところの処分については、そのポイ捨てゴミの処分のあれには含まれてございません。以上でございます。高野委員。はい、不法投棄の、主にこの残土の不法投棄、これに関してですね、パトロールをしていて、発見するのか、それとも地権者などからの通報で、分かるようになるのか、これどちらの方が多いんでしょうか。廃棄物対策課長村山浩二君。はい、はい、お答えいたします。残土の15件なんですけども、実は産業廃棄物、建築廃材とかのゲリラ的不法投棄が10件以上占めてます。で、残土の案件については2、3件だったと思うんですが、で発見の、過程に至っては、町 の警察官の OB の監視員さんがいるんですけれども2名ございます。その監視員が発見したり、あとは、やっぱりその、地区の方からの通報などによって、発見されてます。で、令和3年度からその民間委託の方を始めたわけなんですが、民間警備会社の方からで発見の通報っていうのは3年度はございませんでした。以上でございます。はい、高野委員。はい、この不法投棄ですね、今年度も、令和4年度も、増えているかと思います。で、この不法投棄行為者とのですね、いたちごっこだとは思うんですが、今後のこの不法投棄の新たな防止策というかですね、今考えているその防止策っていうのはございますでしょうか。廃棄物対策課長村山浩二君。はい、はい、お答えいたします。昨年度、令和3年度に、そのゲリラ的不法投棄が多発しまして、民間警備会社に委託を始めたりしまして、夜間と土日祝日 の警戒とか始めました。でその他には網メールや、あるいは防災無線を使ったりとか、そういった啓発はしてるんですけれども、で今ですね、今年
まあ、あの大規模なそういったあの建築廃材の不法投棄ではないんですが、あの枝木伐採枝木の不法投棄が多発しまして、でそれについてはあの警察と、連携しまして、で、まあ、行為者の特定に功を努めているところでございます。で、新たな対策という対策といたしましては、まあ、これまでの、とかことも継続はするんですけれども、ちょっとあの監視カメラについてはですね、どうしてもなかなか夜間に映らない場合とかがあったりしまして、そういったところをちょっと音精査しまして、音きちんと映るようなところをこう精査していきたいと考えてございます。以上でございます。はい、次に188ページ事業コード1114環境美化事業について石引議員、委員よろしくお願いします。それでは、私はですね、この需要費の中の印刷製本費、2,203万4,353円、こちらについてお伺いしたいんですが、こちらの R2 年、1,800,825円ということで、主要施策の方の中でですね、まあ、あの種類は違うんですが、あの袋のまあ印刷の枚数とか、あのちょっと計算してみると、あの枚数 の、 その増減の割にはちょっとあの増額っていうんですか、あの金額の方の増加があの大きいので、ここの要因をちょっとお伺いしたいんです。お願いします。産業廃棄物対策課長村山浩二君。お答えいたします。町指定のゴミ袋の印刷代についてはですね、令和2年度が467万400枚で1752万4205円でございました。これに対しまして令和3年度については446万1000枚で金額が2153万9353円となっておりまして、枚数としては20万枚ほど減ってございますが、金額としては400万ほど増額となってございます。で増額の理由といたしましては、原油価格の高騰およびあのコロナの関係での運搬輸送費の増額のによりまして、ゴミ袋の単価1枚当たりの単価も増額となった次第でございます。以上でございます。石引議員。はい、わかりました。まあ原価高騰、まあ、あのやはりちょっと今も結構、ね、続いてるっていう感じなんですけど、あのさっき歳入の方の質問で、まあ、あの卸値の方に関してはあの平成10年からあの変更されてないっていうお話伺ったんですが、まあ、今後町として、まあ、このあたりも鑑みて、そのあたりのちょっと値上げとか検討してるとかっていう話はありますか。廃棄物対策課長村山浩二君。はい、お答えいたします。ゴミ袋 の、 その単価につきましては、まあ、変えてないというところがありまして、で県内でもかなり低いあの金額となってございます。で、十分周りとの均衡を保つというようなところもございますので、ゴミ袋の金額、ゴミ袋に限らず、あとはゴミ処理手数料など、そういったことも加味して、検討していきたいと考えてございます。以上でございます。よろしいですか。はい、以上で衛生費の環境衛生費の質疑を終結いたします。次の消防費の消防費については質疑がございません。これをもって議案第71号令和3年度阿見町一般会計歳入歳出決算認定うち総務所管事項の質疑を終結いたします。以上をもちまして本日の予算決算特別委員会を閉会いたします。次回は明日午前10時から民生教育所管事項の審査を行います。ご苦労様でした。